ねえねえ、マリサ。どうした、霊夢？この前、小学生に算数を教えていたら、どうして1プラス1イコール2になるか説明して、って聞かれて、すごく困っちゃったの。そういうものなんです。って言っちゃいそうになったわ。それは全く説明になっていないぜ。確かに、その質問は説明に困ってしまうな。実は、1プラス1イコール2になることをきちんと証明しようとすると、かなり難しくなることで有名なんだ。そんな難しいことを小1の時からやっていた私たちって、実はすごかったのね。けど、1プラス1イコール2をどうやったら証明できるのか、気になってきちゃったわ。じゃあ今回は、1プラス1イコール2になることの証明を、できるだけわかりやすく、順を追って解説するぜ。土文系の私でもわかるようにお願いね。それではまず、1プラス1イコール2を始める前の準備をしていこう。まず、自然数の存在と、足し算のやり方について厳密に定義することが必要だ。わぁ、自然数と足し算について定義するなんて、今まで考えたこともなかったわ。これまではそういうもの、として受け入れてきた部分だっただろうから、当然だぜ。この定義は、今まで感覚でやっていたものを厳密に考えるためにも、重要な部分になるぞ。なるほどね。この時、定めていった定義が、それぞれの定理間で矛盾を生じないように、気をつけなければならない。このことを数学の無矛盾性、というぞ。定義がお互いに矛盾しないように定めていく必要があるのね。そうだぜ。では、まず一つ目は、自然数を厳密に定義すること、だ。じゃあ霊夢、自然数の定義ってどんなものだと思う？自然数って、つまり数のことよね。自然数の定義って改めて聞かれても、なんて答えたらいいか、難しいわね。そうなんだ。だからこそ、自然数を扱う証明をするためには、まず最初に自然数について定義する必要があるんだぜ。なるほど、最初に正体を明らかにしておくために、定義が必要なのね。その通りだぜ。自然数は、ピアノの小売りというもので規定されている。ピアノを仕入れて売ります、的なこと？それを言うならピアノの小売りだ。ピアノの小売りは、自然数を定義する上で、必要最低限かつ十分な方法の一つだぜ。ピアノの小売りには5つの条件がある。それが、これだ。なるほど、自然数はこの条件を全部満たせばいいのね。そうだ、一つずつ解説していこう。まず、自然数0が存在する、についてだぜ。あれ、ちょっと待ってマリサ、自然数の中に0って入ってたかしら。お、霊夢、察しがいいな。霊夢が違和感を覚えたように、実は、高校数学まででは、自然数の中に0は含まれていないと習うぜ。やっぱりそうよね、私、何回も間違えた記憶があるもの。だが、大学以上で学ぶ数学の中では、自然数の中に0を含む、立場を取るものもあるんだ。それはどうしてなの？その方が、何かと便利だからだぜ。数学って結構そういうの多くて混乱するわ。まあ要するに、どちらが絶対に正しいということはないんだ。今、自分がどちらの立場で議論しようとしているかを、明確にすることが大切だぜ。なるほど、じゃあピアノの小売では、自然数の中に0を含む、立場で話を進めるのね。その通りだ。では二つ目に行ってみよう。任意の自然数 A について、その後者を定義するぞ。後者というのは、一つ後の自然数という意味だ。読んでそのまま、後ろの数ってことなのね。そうだ。後者のことを、英語でサクセッサーと呼ぶんだが、その頭文字を取って、A の後者のことを、サック A という風に表現する。わかったようなわかってないような。つまり、自然数というものを一つの集合として捉えたとき、この集合に属するどの要素 A にも、必ず後者が存在しているということを意味しているんだ。例えば、具体的な自然数を思い出しながら考えてみよう。霊夢、1の次の数は何になる？普通に考えたら2になるわね。そうだな。つまり、サック1は、2になるということだぜ。そういうことなのね。じゃあ、サック4は5になるのかしら？その通りだぜ。このように、自然数という集合の中の要素ならば、必ずその一つ後の要素が存在する。自然数は、そういう要素の集合なんだ、と定義しているわけだな。なるほど、一つ後ろの要素を、後者と呼んでいるのね。いい調子だぜ。そして、集合の要素のことを、一般的に元と呼ぶ。そして、今回持ち出したサックは、写像、の一種なんだ。写像、確かに聞き慣れない言葉かもしれないな。写像というのは、集合の格言から他の弦にそれぞれ対応させることを言う。シンプルに言えば、変換、みたいなことだ。今回の場合は、サックは、中に何か自然数を入れるとその後者に変化させる変換公式、と思ってほしい。なるほど、サック1は2のことを表してる、ってさっき言ってたものね。その通りだ。つまり今回は、サックという写像によって、任意の自然数 A の後者を定義していることになるぜ。なるほどね。これまで、1の次は2、2の次は3だって、当たり前のように使ってきたから。なんだか、当然のことを改めて説明されている気分になるわ。そんな気分になるのも仕方ない。ここでは、私たちは自然数のことを知らない、という立場で議論しているからな。自然数を、知らない？そうなんだ。自然数のことを知らない人に、自然数ってこういう特徴を持っている要素の集合だと、
説明している状態だと思ってくれ。わかったわ、私も自然数のことを忘れるわね。1、2、3、ボカン。霊夢は自然数のことをきれいさっぱり忘れてしまった。これでバッチリよ。よし、じゃあ3つ目について説明しよう。ここでは、0はいかなる自然数の校舎でもない、と定義する。言い換えれば、どんな数も0を校舎に持たない、ということだぜ。ということは、つまり、0は一番最初の自然数、ってこと？そういうことだぜ。今考えている自然数という集合の要素の中で、一番先頭の要素が0ということだな。なるほど、自然数を知っていた頃の私だったら、何を当たり前のことを？って思っちゃいそうだけど、綺麗さっぱり忘れてしまった今となっては、とても新鮮だわ。さっき忘れておいて正解だったな。この定義によって、0は最小と定義できる存在になる。これは、自然数という集合の元の中で、最小限の存在を定義していることになるぜ。自然数という集合の次々繋がっていく元には、スタート地点が存在する、ということね。その通りだ。じゃあ次の定義に行ってみよう。4つ目は、異なる自然数は異なる校舎を持つ、だ。これは、A と B が異なる元ならば、サック A とサック B は異なるものになる、ということを定義している。つまり、具体例を交えて説明してみようか。例えば、忘れていた自然数を思い出して考えてみてほしい。1と4は、違う元と言えるよな？そりゃそうね。じゃあ、1と4のそれぞれの校舎は、どのようになる？1の校舎は2で、4の校舎は5になるわ。あ、もしかして、元々の数が違うなら、その校舎も違うってこと？そう、そういうことだ。1の校舎が2で、4の校舎が5だったように、このサックという写像は、一つの弦に対しての写像が一つだけになっている。確かに、1の次の数は2だけで、他の数にはなり得ないものね。その通りだぜ。こういう性質を、単写という。つまり、これはサックという写像の単写性を意味しているんだ。なるほど、わかったわ。さあ、ではこの単写性についてもう少し深く理解していこう。この図を見てくれ。これは、自然数の様子を表している。自然数が順番に並んでいるってこと？そうだぜ。この矢印はサックを表している。つまり、この弦の校舎は、この弦、ということだ。そして、どの自然数の校舎にもなっていない、この部分。これが、最小限0であるということが言える。なるほど。さっき説明した単写性を持つということは、この図のような状況を許さない、ということなんだ。あ、この図だと、この区間でループしてしまうわ。その通りだぜ。この状況だと、この弦は、この2つのサック、ということになる。異なる弦の写像が、同じ弦になっているということ？そうなんだ。これは、4、異なる自然数は異なる校舎を持つという、自然数の単写性と矛盾している。確かにそうね。また、単写性は、この図のような状況も否定できるぜ。あ、ここで切れちゃってるわ。このような断絶も、単写性と矛盾しているんだ。この弦に着目すると、この2つのサックになっているんだぜ。本当だわ。つまり、この単写性という条件は、自然数が一直線に並んでいることを表現できるんだ。納得したわ。では、5つ目、最後の定義だ。0がある性質を満たし、A がある性質を満たせば、その校舎サック A もその性質を満たすとき、すべての自然数はその性質を持つ。待って、突然長い文章が来たから右から左に通り抜けていっちゃった。連れ戻してきてくれ。これつまり、何が言いたいの？よし、文章を分解して説明しよう。これはまず、0がある性質を満たしていることを確認することから始めている。冒頭部分ね。そして次に、ある要素 A でも同じ性質を満たすことを確認している。なるほど。そんな前提で、その校舎であるサック A も同じ性質を満たしている時のことを考えているんだ。つまり、0でも、A でも、サック A でも、同じ性質を満たしているってこと？そういうことだぜ。これが言えれば、すべての自然数はその性質を持つ、ということを定義しているんだ。0と A とサック A で同じ性質を満たしていれば、すべての自然数においてその性質を満たす。って、言ってるわけね。おっしゃる通りだ。これはつまり、数学的機能法が使える、ということを定義しているんだぜ。数学的機能法って、名前は聞いたことあるけど、何だったっけ？数学的機能法っていうのは、まず、最初の項で条件が成立していることを確認して、その後、ある一般的な項で条件が成立することを仮定したとき、その次の項でその条件が成立していることが示せたら、すべての要素でその条件の成立が言える、という証明方法のことだ。OKOK、なるほどね。その反応、わかってないだろ。今回の場合に当てはめて、具体的に考えてみるぜ。今回の集合では、0が集合の最初の弦だから、まず0の時にある性質を満たすことを確認して、次に、任意の弦である A について、その性質を満たすことを仮定している。この時、任意の弦 A の校舎サック A でもその性質を満たす、と言っているので、あ、A の次の項で成立することが言えてるわ。その通りだ。だから、すべての自然数でその性質を持つ、と言えるわけだな。なんだ、しっかり噛み砕くと、数学的機能法そのまんまなことを言っているのね。そうなんだぜ。
まとめると、自然数の集合では数学的機能法が使える、と定義しているということだな。うんうん、これで理解できたわ。さあ、これで、自然数の定義については以上だ。では次は、1プラス1イコール2の証明のために必要な2つ目の要点を説明しよう。2つ目の要点は、足し算を厳密に定義すること、だ。ようやく自然数を定義できたと思ったら、次は足し算を定義するのね。足し算についても、足し算を知らない前提で議論していくから注意してくれ。任せて、足し算のことは綺麗さっぱり忘れるわ。謎に力強くて頼もしいな。ペアノの氷を満たす集合に対して、足し算を定義していく。それの内容が、この二つだ。こっちはペアノの氷と違って、二つだけでいいのね。まずは一つ目、すべての自然数 A に対して A プラス0イコール A、についてだ。これは、プラスの記号の意味を定義している。ん？この記号のプラスって、足すって意味よね？そうなんだが、それすら知らない、という前提で定義していくぞ。そうだった、今すぐ忘れないと。ポカン、と忘れといてくれ。このプラスの記号は、A プラス0のように演算させると、A に何も変化を与えない、ということを示している。A が変化せずにそのまま、ってことね。そうだぜ。じゃあ次は、二つ目だ。すべての自然数 A、B に対して、この式が成立するぜ。これはどういうこと？ A に B の校舎を加えると、A プラス B の校舎になる、ってことだ。ちょっと何を言われてるのかわかりにくいわね。じゃあ、さっきまで忘れてもらっていた足し算を思い出してもらって、確認してみようか。OK、思い出したわ。例えば、A イコール1、B イコール2としてみよう。つまり、この式は、こうなるよな。すると、1プラス2はどうなる？忘れていた足し算を思い出していいのなら、これは3になるわ。そうだ。ということは、1プラスサック2イコールサック3ということになるぜ。じゃあ、サック2はどうなる？2の校舎だから、3になるわね。そうだな。じゃあ、サック3は？ 3 の校舎だから、4になるわ。そうだぜ。つまり、1プラス3イコール4となる。なるほど、こういう風に具体的な数を入れて計算してみると、私たちが知っている足し算はこのルールが成り立っているって納得できるわね。そうだろ？ということで、この2つによって、プラスの演算の記号はこういう意味を持つものとしようと、定義することができた。これで、自然数と足し算を全く知らない前提に立って、定義することができたわけだ。今までの常識を改めて見つめ直しているようで、なかなかない体験だったわ。ここまで定義できたら、ようやく1プラス1イコール2の証明に入ろう。いよいよね。まず、この式の証明を始める上で注意しなければいけないことは、1や2という数字は、ペアノの定理でも足し算の定理でも出てきていない、ということだ。そうだったかしら？これがペアノの氷で、これが、足し算の定義、あれ、本当だわ、一度も出てきてない。意外な感じがするが、これまでの定義では、ずっと数の記号は0しか出てきてなかったんだ。だからまず最初に、1と2を定義するところから始めよう。何をするにしても、定義から始めないといけないのね。はじめに、サック0イコール1と定義しよう。つまり、0の校舎を1とする、としたわけだ。なるほど、0の校舎に1って名前をつけたのね。そうなんだ。ペアノの氷では、自然数の集合の中で最小の弦が0と定められているし、あらゆる弦には校舎があると定められている。確かに、言ってたわね。また、1は0とは、違う数だと断言できる。それはどうして？ペアノの氷によると、0はいかなる自然数の校舎でもない、と定めている。つまり、1の校舎は0になり得ない。このことから、1と0は別物であると言えるぜ。なるほど。つまり、0とサック0は定義によって全く別物であると言えるので、サック0に0とは別の記号を与えても、全く問題ないわけだな。これまで定義してきた事項を駆使して、ようやく1が定義できるのね。一個ずつ理解してきた甲斐があったわ。その通りだぜ。じゃあ、次は2も定義しよう。2は、こう定義するぜ。つまり、サック0のサックを取る。つまり、0の校舎の校舎を2という記号で置こう、ということだ。自然数を思い出した状態で考えたら、これは納得の置き方よね。感覚的にも矛盾がないことが分かってもらえてよかったぜ。さて、ここでも大事になるのは、この2は、1とは別物になる。ペアノの氷によると、別の弦の校舎は別物になる、ということが定義されていた。確かこれが言えないと、ループや断絶が起きちゃうんだったかしら。そうだぜ。そしてさっき、0と1は別の弦であることを示した。つまり、0とサック0は別の弦だから、この2つの弦の校舎であるこれらは、別物になる。なるほど、0と1は違うことが言えてるから、それぞれの校舎は別の数になるのね。その通りだ。だから、この式は今まで定義してきた弦と違うと言えるので、別の記号である2を与えることができる、というわけだ。納得できたわ。よし、これで1と2を定義することができた。早速、本題の証明に取り掛かろう。いよいよね。ここで持ち出す式は、これだ。A イコールサック0、B イコール0とする。この時、足し算の定義の2本目の式に、この A と B の値を代入すると、このように表現することができるよな。確かにそうね。同じような項が並んでるけど、代入しただけなのね。そうなんだ。
この代入した式の、この部分に着目しよう。足し算の定義の1本目の式から、a プラス0イコール a が言えたから、現に0を加えても変化しないことを踏まえて、この部分は、こう書き換えることができるぜ。なるほど、確かにそうね。よし霊夢、ここで1と2をどう定義したか、思い出してみてくれ。確か、1は0の校舎だからサック0で、2は0の校舎の校舎だから。あ、これって、そう、この式にそのまま当てはめれば、1プラス1イコール2であることが言えるんだぜ。本当だわ、すごい。このように、扱う内容をしっかり定義して、その定義に矛盾しないように積み上げていくことで、結論にたどり着くことができるんだ。最初は数字がほとんど出てこなくて、言葉の定義と説明ばっかりだったけど、定義が決まってしまえば、あとはそれを組み合わせるだけっていうのが面白いわね。確かに、最後はパズルみたいだよな。ちょっとでも面白いと感じてもらえてよかったぜ。すごく面白かったわ。ここが学校の校舎だったら、いろんな人に教えて回りたいくらいよ。校舎だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画で1プラス1イコール2の説明を誰かにしたくなった人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。